食欲の秋ですな。え、豚ちゃんで秋を感じられるって？松山市のロープウェイ街近くにあるとんかつ専門トントン。戸谷のお目目をいきなり引きつけたのは熟成肉の冷蔵庫。中でも店一押し肉は、いろいろブランド豚ある中で、私たちもいろいろとんかつにしてみて試した中で、一番とんかつに合ったとんかつっていうのがまず芋豚でした。秋の味覚、さつまいもが入った飼料を食べて育った芋豚ちゃん。少し甘みのある脂身でさっぱりとした味わいが特徴だ。1人前 130g に切り揃えられ、塩コショウで下味を。この後小麦粉、卵にくぐらせ、ここで肉男子実況タイム。さあ今芋豚ちゃんが衣のおめかしを始めました。お出かけの準備は整ったか？おめかしに使われたのはこの生パン粉。店こだわりの生パン粉を身にまとうことで、よりサクふわな食感に。今油の中へ、ゴートゥーオイルだ。さあじわじわという音を立ててとんかつが上がってまいりました。いい音が鼓膜に響いてまいりました。さあ衣の色がどんどんと狐色に変わっていっております。4分ほどでカリッと揚がったら、甘口ソースにつけていただきます。見てこれ、いただきます。うん、お衣サクサクジューシー。まず衣がサクふわで、脂身もほのかに甘いといいますか、優しい味わい。さらに熟成で美味しさアップでしょう。これもう言うことなしですね。熱々サクサクジューシー、三拍子揃ってトントン拍子に完食です。ご飯とキャベツはおかわり自由だ。